こんにちは、滝塚です。今日は千葉県にある岩和田海岸漁港に来てます。結構駐車場広いですね。ブワーッと全部駐車場ですよ、ここ。そして駐車場の脇に、角にトイレがあります。海岸が、目の前に海岸がありますね。砂浜が広がってますが、今ね、砂を入れてる。この海岸は人工の砂浜で、砂を入れないと砂浜がなくなっちゃうから、どんどん砂が減ってっちゃうから、砂を毎年冬に砂を入れて夏に海岸で遊ぶとか、そういう海遊びをするとか、そういう感じですね。新しい砂を入れる作業をしてます。御宿の海岸ですね。すげえ綺麗だな。誰もいないなと思いきや、向こうの遠くでサーファーが泳いでますね。海になんかカモメかなんかいんのかなと思ったら、サーファーでしたね。あれ、サーフィン泳いでますね。そして砂を入れてます。砂を入れないと砂がどんどん減ってっちゃうから、砂入れないとね。人工砂浜だから遊漁者の皆さん、これ、あれ、漁業関係者、車両進入禁止、火器禁止、バーベキュー禁止、うん、歩いて入っても大丈夫なんだ。あ、そうなんだ。歩いて入れば別に入ってもいいけど、車じゃ入らないでねってやつか。巻き絵禁止。アブネドってなんかどういう意味ですか。アブネド、アブネド、アブ粘土、なんだろう。まあ綺麗な海だな。グリーンだね。すげえ綺麗だな海。そしてテトラ、漁港、船。あ、通りますか。あ、大丈夫ですか。行かないですか。潮がないもんね。綺麗ですね。夏になればイワシとかアジとかこの辺にうじゃうじゃいるだろうけどね。今の季節はいないだろうな。やっぱあの辺に車が止まってるから、あそこに車を止めて、でそこの堤防か、もしくは向こうのあのテトラの上で釣りをするかみたいな、そんな感じですね。こんにちは。何か釣れましたか。特に何も、何もです。わかりました。どうもありがとうございます。怖いね。おっかないね、これね。綺麗な海だな。さすが御宿の。うわ、滑る。こんにちは。何か釣れましたか。まだ、特に何も、まだ釣れてないですか。赤堤防まで来ました。浅い昆布が見えてる。昆布が生えてる、見える。昆布が見える。浅い。そして砂浅い。月の砂漠がって12時のお知らせします。なんかいる、魚がいる、なんか泳いでる。見てる。誰か、あれ、魚見えた。お、なんか釣れた。釣れた。お、釣れた。なんか釣れた。おお、
おー、釣れたー。フグが釣れました。フグが、イエイイエイ、フグ釣れた、イエイイエイ。あ、プックですね。フグプック、はい。じゃあフグはさようならです。またね。フグじゃないやつ来てください。違う種類の魚が見たいな。釣れれば何でもいいっちゃ何でもいいんだけどさ。おお、太平洋ですね。こんにちは。何を狙ってる感じですか。サヨリ釣ってんですよ。あ、サヨリ。冬はよく釣れるみたいですけどね。いいですね。はい。こんにちは。犬。犬です。散歩です。取られた。針すごと針取られた。昆布に針引っかかって取られた。無理だこれ。ダメです。向こうも全然なんか当たりなし。ぼーっとしてる。なんかもうサミーっつってピクリとも動かない。人が二人。ダメだこれ。移動しよう。移動、移動、移動、移動。行こう行こう。移動しよう。